今日も一日お疲れさん、どうもしろです。どうもです。ジョンです。よしぎです。せいかとくです。今日の企画は溢れた時にしかしない男の愛情表現20。はい、ということで今回なんですけれども、ほんまに日常的な愛情表現というよりかは、もうめちゃくちゃこう気持ちが高まった時にする愛情表現を、特別なやつ。だからもう好きみたいな、あ、そうそうそう、出ないってことですよね。出ないですね。ほんまに気づいてますかってことですよね。そうそうそう、俺たちの極大愛情表現に。だこれ男がしてきたら、もうめちゃくちゃ愛しさがこう感極まってますよっていう、隠せない、隠せない時ですよ。一瞬も多分気づいてないな。あ、そうか、これ多いと思う。あ、聞いてってほしいです。はい、それを出していきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。気づいちゃった。はい、はい、はい、あのご馳走するからええとこ行かへんっていう、へぇー、渋いね、特大なんや、それ渋いね、そうなんや、結構なんかこうウキウキしてるんか、あ、そう、いいですか、いや別にそうしてないんですけど、ちょっとこう、もう最初からおごり前提でいいから店気にせず行かへんみたいなのは、付き合ってても付き合ってなくても、あ、付き合ってる時からあるんですよ、あ、なるほどなるほどなるほど、パチンコ買ったんかなぐらいしか思わへんもんな、確かに、うん、これやったら、あ、確かに、でも普段言わんくてこれいきなり言われたら結構確かにね、特別かなと思います。その子が好きでそうなってんの、それか肉がマジで食いたいだけ、だからその子と一緒にそういうとこ行きたいっていう、あ、愛情、すごい、なるほどね、その臨時収入が入ったからとかじゃないってこと、あ、違う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 、すごいわ、それはすごい分からへん、ええホテルのとこでちょっと、はい、いいじゃん、たまにはレストランね、この空間ちょっと異常味わいませんかっていう、なるほどね、いいですね、それはいいですか、はい、すいません、体に入れようとするっていう、え、なんですけど、だから違う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 、これ抱きしめてるじゃないですか、待って、うん、おら、ちょ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 、早い早い、まだ分かる、そうやん、抱きしめてて、で、これキュッとしてるじゃないですか、うん、ここの距離感で足らないんですよ、もっとこう入れたいなってなるから、もう思いっきりこうガッてこれ体にこう入れようとするんですよ、練り込ませるわ、練り込んで入れてね、思いっきりね、背骨を俺入れるくらいこうガッてキュッとしてなるっていうことですよ、これ分かんないですか、わかりますですけどね、これ超分かってくれやなと思って、わかります、 99% 折れてるぐらいの、これ結構そう、これらい、あと1%折れるっていうところまで、まで、ガーッと力を入れて、自分に入れ込みたいっていう、痛いよって言わないと、痛いよまでセットな、はい、ごめんごめん、なんか結構無言やこんの出してる時、痛いよまではセットは分からんけど、でも気持ちは分かる、まあ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 、やるやん、これ優しくじゃなくてガッて言った時は結構思いっきり思ってる時しかやらへんな、まあまあそれはそうか、そういうことですよね、それってほんまに入ってる時もやるんですか、ほんまに入ってる時、これこいつやん、剥がれてんのこいつっすやん、何を言ってますの、体にとかこいつが江戸村からいつもパスを俺は日常村から来てんのに、江戸村から来てるまた江戸村のほうです、江戸村マイペースで戻ってきますよ、いつもこいつだね、前回の時もそう、体に入れようとする、めっちゃおもろいな表現がね、いい表現、はい、はい、ちょっと激弱なんですけど、僕にとってはこれ本当溢れた時に、はいはい、何してんのっていう、弱弱どういうこと、どういうこと、弱わかんな、あのね、じゃあじゃあお前、いや何してんのっていう時もあるんですよ、うんうん、基本はこういうトーンで僕言うんですよ、はい、お前何してんねんみたいな、うんうん、でもなんかもうそのめっちゃ可愛い時があって、うん、あ、そういう時とかになしてんの、あ、優しく出んのや、なるほどね、これはエグい高まってる時なんですよ、俺的にお父さんの言ってるやつみたいな感じや、そう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 、こういうのですよ、監督これが清流、そう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 、これが清流だってもうスキール好きなかったじゃん、綺麗な世界見えます、確かにこれですか、いやいやいや、ちょっとスキール好きぐらいないとおもろくならない、めっちゃおもろかったでしょ、おもろいやん、いいやそれやん、え、もうなかったっすか、それはそれで俺きついってこれがおもろいやつだったらもうそんなのめっちゃおもんないやつやん、めっちゃめっちゃ笑い取りに行ってたやん、あいつこれでってなるやん無理やってそれは返すやな、確かにな、近しいこと言ってるかもしれない監督も、うん、ツッコミでもない、ただただなんかその微笑んでなんか言ってる、あー、ちょっとわかるわ、アホやな、これ、ハコちゃんの気になるな、
いや、俺多分出ないです。この回も多分ハクさん出ないです。マジでそうやな。え、でも付き合ってる時、じゃあ付き合う前か、付き合う前か、それ、それで出るんじゃん。だってめっちゃ好きやん。それ出た結果、いっぱい知ってるやん、いっぱい。だって付き合ってもたらもう、最大限の溢れてるやつもこれなわけやん。そうそうそう、まあまあな。はい、ゼロ距離深呼吸です。え、どういうことですか。ハグしても、ゼロ距離で、あー、頭皮だろうが、背中だろうが、胸元だろうが、あの深呼吸は愛です。でも確かにめっちゃわかる。わかるでしょ、俺してる。別に匂い嗅いどるわけでもないし、違うね、ただ深呼吸してる。そう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 、これめっちゃ好きな時やと思う。これめちゃくちゃわかる。人もね、するよな、なんかあれするよな。気を吸ってるんかもな。そうそうそう、それあれ、エネルギーもらってるのか。ほんまにそういう感じだと思う。え、シクラこれはあるの。ないないない。え、え、ちょっとない悪い人みたいな。え、ないない、別に。ええほらに何をしているの。いや、別に、え、でもなんか別に、なんていうかな、常にその、なんていうかな、80点とかやけどな、別に。まあ、高い数字で好きってことな。そうそうそう、120いかないとな。うん、弾けることがないんや。うん、そうやな。バーンってなることがあんまないんやな。ちょっと、数日筋力とかしてみたら、めっちゃ上にピュンって。どういうこと。あの点数が。そう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 。でも片思いしてる時ってめちゃパーンとなるやん、お前。確かに確かに。あれ涼しいよな。でも分かるやろ。俺分からん。マジで。俺ちょっとステージ感動だから分からん。結構ほんまレアやと思う。そうさんほどのはっきりさ。そんなにはっきりしないよ、普通。男好きなんじゃんな。ね。え、そう、そうやな。冷めてへんで、それは俺ほんまに分からへん。俺基本すぐ冷めんのよ。だから付き合う前めっちゃ好きで、うわーって可愛いやーってなって、慣れて、最低な話、うん、慣れて、なんかもうあんま興味ないなみたいな時に全然これが触れへんようになるっていう感じだから、その、ずっと好きなんやけど、そこがあー、なにそれ可愛いみたいな、なんかないっていうのが分からへんね。最近、奥さんがさ、うん、可愛いってなかったのない。可愛いとは別になってないかもしれない。ありがたとかの方が、さすがみたいな。え、でもなんかさ、ほんまになんかもう10年付き合った夫婦みたいな感じになっちゃうから。まあ、ある種いいですよ。そんな多分めっちゃ愛情表現とかしてないやん。10年付き合ったらそんな感覚かもしれんの。付き合った瞬間そういう感じになれるってことやもんな、変な話。いや、でも瞬間ってわけじゃないと思うで。ああ、最初はやっぱさすがにちょっと26時間ぐらいって感じ。いやいやいや、1日ちょっと。じゃあその26時間を思い出してもらって。そう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 、一日とは言わずに。でも初日とか思い出してほしいな。そうね、付き合った初日とか初夜とかな。そう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 。告白して OK もらった後どんな反応すんの。いや、でもその時とかはめっちゃ抱きしめるかも。お前、ああ、それゼロゼロ深呼吸。ああ、それに近いかもしれない。おお、入った入った。いいね、いいね。ゲームみたいな。タコさんも叱らせるみたいな。監督のバックにエロいの見える。人間の説明。監督のエロいやな、これ。こういう主人公のバックに見えるってエロ。バレずに何個入れるかってミニゲームになる。メダル数増やしたらポイント高めに。あるわ、そういうの。いいですか。お、あの、キスしながら寝たい。うわっ、わかります。すげー。今回誘う時のセリフとですね。違う、違う。あいつミニゲーム下手やな。下手やな、あいつ。正面から聞いてんだよ。俺、よそ見してる時に言ってこいよ。正面から、俺聞けん時に聞けから。むっちゃ目合ってるの、ミネに来ましょうね。聞けるって、俺。違う。もうちょっと様子見ようや。ごめんごめん。どういうことですか。だから、あの、普通ってキスって一回したら離れるじゃないですか。はいはいはい。じゃなくて、もうキスした状態のまま寝たいんですよ。ずっとくっついてないってことね。そう。あー、なるほど。寝たいなっていう。まあまあ、それは分かるよね。言うんすか。いや、言わない、言わない。このまま寝たいね。だからもうくっついて、こう離れないでそのまま寝るっていう。あ、ほんまにそのまま寝る。すげえ。わかるよな、これもな。でもくっついては寝ますね、基本。くっついて寝るでしょ。寝る。で、これの最上級だったらもう、ここ顔近くにぴったり。キスしたまま寝るってすごいで。寝たいなっていう。一緒に寝れないもんね、あなた。てかまあ寝れるけど、別にそんな毎日とか絶対嫌やな。別に。だから俺が高まるの性欲んとの時だけかもしれない。高すぎるやん。バックにエロしか入ってない。ここからこうしましたよ。入るとこないもん。入るとこないもん。パンパンのピンクのリュック。パンパンの40リッター。おい、もういっぱいや。
まみすぎやろ。これさ、やっぱなんかその30代に僕らも入ったじゃないですか、はい、年々その添い寝した次の日とかの腰とかの痛さでえぐくない？え？いや全然全然そんなことない。だからないんや。ない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 。俺結構ぐんのよ。次の日体しんどいの。寝方悪い。腰には来てないけど。寝方やと思う。おじ来てるやん。いやほんまに結構そうなんよな。そうなんや。そうなんね。そのバックはバンデリンや。それぞれのカバンに何入ってるの？そう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 。色とバンデリやばいね。なあこのチーム。なんか一人でやってるやつありそうやけど。ああありそうやな。だから写真見てそのなんかニヤニヤするとかあるで。いけあれ、あなたお酒飲まないじゃないですか。あ、そうだから。どういうこと？あだからこうなんか普段しない。なんやろな、俺結構溢れる時って、うん、なんかこうやり遂げた後にちょっと一緒にいてくれてありがとうな、ちょっと乾杯しようよみたいな。へえ、戦友的な。あ、そうそう、なんていうこう、うん、あ、よかったね、お祝いしてほしいみたいな感じで。なるほど。そうそう、話聞いてほしいみたいな感じで。え、じゃあ家でちょっとええワインとかあって、せっかくだし開けよっかとか開ける嬉しい。あ、てか買ってくる。あー、そう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 、ということないから、普段ないから、ちょっと今日一緒お酒飲まへんっていう時とかは結構こう、そう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 、愛情が溢れてるっていう。あ、そうなんや。あんまり何かを一緒にしたいんやな、お前は。そうやな、結構そのポイントポイントで。え、でもそうじゃないと、だって一緒にいてる意味なくない？あ、全然そう。今のマスクがそんなに説明するのに、お前は今どうやって言っているんだろう。みんなめっちゃいろいろ考えて瞬間的にめっちゃ考えて何か言わなかったなと両方肩のあそこしてないやろ。だってこんなん、いや、してないから、まあまあだから溢れた時はそうしてないってこと言わせたんですよ。逆にすごいなと思って。あ、そうだね。はいはい、うん、なんかよく分からんけど、そのなんか何しててもおもろくなってくるっていう時があって。あ、感じか。そう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 、練習してな。なんか何言ってんのかよく分からんねんけど、なんか笑ってまうというか。あ、なんか存在がおもろいみたいな時は溢れてんのかもしれん。ボケてるからとかでもなく、なんかそのなんかやらかしたエピソードとか喋ったりとか、うん、なんかその空気感とかがなんか おもろなってきて、うん、なんかなんでこんな笑ってんだよ二人でって時あるよな。あ、まあまあまあ、まあ、ほんまに愛しい人だよ。なんかその存在につぼるというかさ、うん、時はあるな。お前めっちゃ幸せな日ですもんね。そうやねん、そうやねん。いやいや、ほんまこんなぐらいかな、別に。めっちゃ冷静に存在にって書いてたからね。ズボルなんやとか書き直してちょっと表現がようわからんない。すごいな、うん、ハッピーやな。その境地はなかなかいかへんぞ。でも家族って感じするね。うん、それに恋愛のことはそうだ。奇跡や。そうやな、うん、そう、奇跡。はい、はい。手料理をこう、手料理というか、まあこっちが飯作って、向こうが食べてて、美味しいって言われた時の、そうやろ。あ、溢れてんねや。溢れてんねや。大体、ブー来てますね。なんか、和田家の味が分かってきたね。こういう感じやね。ここは俺もだいぶ来るね。和田家の味やな、これずっと。もりもり食うてるわ、思って。美味しいわ、言うて。やろ。やろ。で、なんか醤油とかこぼしたら、うん、何してんねん。やんだよ、セットで、セットでやんだよ、多分。ほんで、その日はちょっと一緒に出て、腰言いまして。そこまでセット、全部セット。俺が自分に何してんねん。自分に、自分にね、自分に、自分に、自分にしてんねん。分かってたやろ。最強やん。もう、すごいやん。それで朝ごはん作って、美味しい。そうそうそう、すぐやろ。しょうもない人生や。なんでやねん。幸せやろ。幸せやんけ、お前。したことだけでずっと。ええやん。数多くの幸せなわけちゃうぞ。いろんな幸せあんな、世の中。そうやな。おかんとか下ネタばっか出して。出してないねん。出してないねん。エロいクラブが入れたくなるとか出して。なんですよ、ほんまに。チャンネル登録よろしく。はい、はい、以上になります。
もうやっぱそのギューって本気で抱きしめるとかは分かりやすいかもしれないけど、うん、それ以外とか意外と気づかんことも多いんじゃないですか、やっぱ宗太郎みたいなパターンとかやったら、でも思ったよりこう人によるんやなと思って、全然違ったね、それは違うね、仕方がね、身体接触、うん、一緒に過ごす、うん、なんか思ったね謎のそうやな、やっぱ愛情表現スタイルはやっぱ男によって違うよね、違うな、はいはい。なんでお前どこで深呼吸するんだよ。今日不調やな。自覚とも。でもまあ皆さんもね、溢れた時の愛情表現、どういう感じのことしてるのか、ぜひよかったらコメントに、はい、コメントしてみてください。お願いします。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで今日も一日お疲れ様。